ロサリオ問題はどうするのか。写真を拡大。2018年プロ野球後半戦を熱くするのは、一軍。レギュラー陣に疲れが見え始める暑い夏に、二軍で力を蓄えてきた息のいい戦力たちだ。チームにとって、二軍からやってくる、救世主を生み出せるかは、監督の判断にもかかっている。阪神、近鉄などでコーチ経験のある358投手、米田哲也氏が指摘する。一軍に上げる選手は、二軍監督の推薦を基準に決めます。大切なのは、二軍監督やコーチの見極めを信じて一軍監督がきちんと起用すること。昇格させた選手を一軍監督がなかなか使わず、やっと代打やワンポイント。って使ったと思ったら、結果が出ないとすぐに二軍に落とす場合もある。そういうやり方だと、救世主は出てこない。そうした観点から古巣を心配するのは、阪神 OB の遠山昌司氏だ。金本、智明、監督と矢野、容大、二軍監督の連携が取れているか心配です。二軍落ちしたロサリオが3戦連続マルチヒットと好調でも、金本監督は、見てみないとわからない、とコメントしている。驚きましたよ。一軍打線の厚みを増すためにも、二軍との情報共有は何より大事なはずですが、ロサリオはさておき、救世主は思わぬところから現れる。その幸運をつかむチームはどこか、週刊ポスト2018年7月13日号。